ラズです、日本のゼータディビジョンに所属しております。チームではリーダーをやっていて、主にセンチネルを担当しています。は、チームでフレックスでいろんなエージェントを使いながら、非常にアグレッシブなプレイを得意としています。で、めちゃくちゃパワフルで打ち合いも強くて頼りになる選手です。シュガーゼロは非常に頭の切れるプレイヤーで、チームではコントローラーを担当しています。クロウは、うちで一番のサポート選手で、年長組、僕と同じ年長組でチームを支える、チームの柱になっている選手です。デップは、非常に爆発力のあるプレイヤーで、チームではデュエリストを担当していて、で、今回の大会では非常にキーパーソンとなる選手だと思います。名前はデップです。チーム名はデータディビジョンです。うまくいけばできると思います。チーム全体で強いことが条件じゃないですかね。そうですね、自分たちが去年かなり盛り上がったっていうのは、プレッシャーにはなっていないかなとは思います。ちょっと感じてるプレイヤーもいるかもしれないですけど、ただそれよりも、去年のレイキャベクの結果にとどまらず、次の結果を出さないとっていう気持ちが大きいですね。そうですね、本当にいつも通りうまくいけばめちゃめちゃいい試合ができると思います。はい、ロックインが始まります。で、今までになかった規模、今まで過去最大規模の、本当に世界中からたくさんのチームが集まってめちゃくちゃ楽しい試合が、毎日行われているので、よかったら見てみてください。楽しんでください。頑張ります。